はい、皆さんこんにちは。仮想清水の清水選手です。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はコーヒーロール焼いていきます。コーヒーのロールケーキに、コーヒーの生クリームを作ってバナナを巻き込んで、コーヒーバナナロールを仕上げていきます。よろしくお願いします。はい、ではまず最初に、粉をふるいていきます。薄力粉、それからコーンスターチを一緒にふるっておきましょう。今日はコーヒーロールなんですけども、ここでコーヒーの粉末を粉と一緒にふるって、いく方法もありますけれども、コーヒーの粉末を粉と一緒にふるってしまうとどうしてもダマが残ってしまいますので、粉は粉だけでふるっておきます。はい、それからコーヒーペースト、こちらも先に作っておきましょう。これもう市販のインスタントのコーヒーの粉末です。そちらに適量の水を入れてコーヒーの粉末を溶かします。あまり水入れすぎてしまうとシャバシャバになってしまいますので、もう本当に少し、ほんの少しだけ入れて、濃縮のコーヒーペースト、作ってください。そしたらこちらを、裏ごしていきます。はい、では少し大きめのボウルに全卵、割って用意します。全卵をほぐしたら卵黄ですね、卵黄が入ります。それからグラニュー糖です。そして、最後にトレハロース入れていきます。トレハロースを使うことで、生地の焼き上がりが少ししっとりと焼き上がってきます。水分、保水性があるのでトレハロースは、しっとりが出ます。はい、全卵、卵黄、グラニュー、トレハロース入りました。ではこちらをあらかじめ用意をしておいた湯煎にかけて熱をつけていきます。はい、湯煎にかけて卵に熱をつけていきます。いつもロールケーキもしくはスポンジケーキ作るときに、同じ説明毎回させていただいておりますけども、なぜ湯煎をするのかというところです。湯煎をすることで卵に熱をつけて卵の気泡力を高めるという目的があります。卵の気泡力が一番高まる温度帯は32度から34度というふうに言われてますけども、そのぐらいの温度帯まで卵を湯煎の上で、このように混ぜながら熱をつけていきます。例えば40度以上に卵に熱をつけてしまった場合、熱のつけすぎというのは、卵の立ち上がり気泡は高まるんですけれども、後から粉を入れたりバターを入れたりといったときに、瞬間的にその気泡が潰れていくんですね。なので湯煎をかけることは非常に大切ではあるんですけれども、熱のつけすぎには十分ご注意ください。目安は32度から34度、少し指を入れてほんのり温かい温度帯がベストです。はい、で今卵に熱をつけた湯煎、そのまま使っていきます。一番最後に加えるバターを湯煎の上で溶かしておきましょう。はい、それでは卵をハンドミキサーを使って立てていきます。こちらで使っているハンドミキサーはいつも、ダイヤルが5段階あります。そのうちの4ダイヤル4に、合わせて卵を立てます。なぜ最高速の5でないのかというところなんですけども、少し弱めの力を使って卵を泡立てていく、気泡させていく方が最終的に時間はかかるんですけれども、目の細かい、目が整ったスポンジが出来上がります。ですので最高速の5ではなくて4からスタートします。
で今ハンドミキサー、回し始めましたけれども、時計回りに回っています。自分から見て時計回りですね。当然反対、時計回りと反対側で反対回りでもいいんですけども、最初に回し始めた方向とから最後まで立ち上がり終わりまで、一定方向にハンドミキサーは回し続けてください。途中でハンドミキサーの回転を逆にしてしまうと、そこまでせっかく整ってきた、卵の泡の目、気泡の目が一気に潰れてしまいます。そうすると最後に粉を入れて、生地合わせをしていくときにですね、死にやすい生地が、生地になってしまいますので、必ず最初に回し始めた方向に一定方向で最後まで回し続けます。スポンジケーキを焼くときに、皆さん大概同じところで、迷われたり悩まれたりしています。それの一番がどこまで卵を立てればいいのかというところだと思います。今日、以前にもね、このま、これまでもロールケーキ何種類も作ってますけれども、同じ説明してますが、今日も同じ、説明皆さんにしていきます。どこまで立てればいいのか、そのチェックポイントがいくつかありますので、後ほど、その状態を見ながらいきたいと思います。だんだんと卵が、先ほどは液体だったものが少しふわっとした感じになってきました。表面の泡もだいぶ消えてきています。人によってはもうこの辺の立ち方で十分だというふうに判断してしまって、粉を合わせていってしまう人がいますけども、これ全然立っていません。6分とか7分とか7分立ちとか8分立ちとか言いますけども、だからこの状態で言ったら多分まだまだ5分立ちぐらいです。どういう状態になっているか、一度ハンドミキサー止めて皆さんと一緒に状態見てみましょう。確かに、立ち上がり、始めよりは、ふわふわな状態にはなっているんですけども、全然立ってないんですね。これでどういうふうに見極めるかというと、まずは表面に出てくる泡です。表面にこれだけまだ泡が残っているということは、全然立ち上がりが、なってないということですね。それからミキサーのワイヤーで生地をすくって下に落としてみます。そうすると瞬間的に線が消えていきますよね。落とした生地の線、瞬間的に消えていきますよね。これは全然立っていない証拠になりますので、まだまだです。なので引き続きダイヤル4のまま使って、立て続けます。はい、先ほどよりも表面の泡がなくなってきて、生地にツヤが出てきました。じゃあもうそろそろいいんじゃないかというふうに思われる方いらっしゃいますかけども、もう一度ここでハンドミキサー止めてどういう状態か見てみましょう。先ほどよりも表面の泡は少なくなっています。ツヤも出てきています。生地も先ほどよりもしっかりしてそうです。それではここでもう一度生地を、すくって、今度は8の字を書いてみます。8の字を書くと、さっきは瞬間的にスッと消えてしまった線が、少しずつ徐々に徐々に消えていきますね。わかりますかね。もう一度やってみますか。8の字を書きます。この線が時間をかけながら徐々に徐々に、下のボールの中の生地に吸い込まれていくのがわかります。はい、先ほどよりも生地が固い、生地が立ってきた証拠ですね。で、じゃあこれで OK、 粉合わせしようって言っても、これまだまだ不十分なんです。少し線が、残るぐらいの状態になった、これがいわゆる7分立ち8分立ちというふうに言われている状態です。ここから先ほどはダイヤル4でしたけども、ダイヤルを3、1つ1段階落として、さらに優しい力によって、生地を立てながら目を整えていきます。この作業が実は見落とされやすい部分なんですけども、必ずこの作業をしてください。
これをすることでスポンジの失敗する確率はぐーんと減りますので、ぜひ覚えておいてください。それではダイヤル3に落としてさらに生地を立てながらいきます。はい、だいぶ、ツヤがさらに増してきて泡が、もうほとんど出てこないような状態になっています。立ち始めてからどうでしょう、だいたい 7,8 分くらいですかね、トータルで。それでは生地がどういう状態になったか最終チェックしていきます。同じようにワイヤーで生地をすくって8の字を描きます。そうすると生地がなかなか消えていかないですね。しっかりと、筋が残っている状態です。この状態がスポンジケーキジェノワーズのいわゆる立ち上がりの、立ち上がった完成の状態ですね。はい、この状態までしっかりと時間をかけて卵を泡立てるということがものすごく大事なポイントです。はい、しっかりと、泡立てた卵の中に、粉をボウルの真ん中に落とします。はい、粉を合わせていきます。ゴムベラ使って粉を合わせていきますけども、ゴムベラは縦に使います。そしてボウルの真ん中を必ず通して、生地を切るように動かしていきます。いつも皆さんにお伝えするのはアルファベットの J を書く感じですね。真ん中を通して手首を返していく、真ん中通して手首を返す、真ん中通して手首を返す、この動きをリズムよく繰り返してください。そうすることで生地のダメージが少なく、きれいに粉合わせをしていくことができます。粉のダマのない、滑らかな状態で粉合わせが完了しました。はい、そしたら、最初に作っておいたコーヒーのペーストです。それからバターも一緒に加えていきます。はい、同じようにゴムベラで縦に使ってボールの真ん中を通して手首を返していく、という動作を繰り返していきますけども、粉合わせの時は結構しっかりめに合わせていきました。ただ今回水分と、油分が入っていますので、生地への合わさり具合は粉よりも少し遅くなるんですね。なので粉を合わせた時とよりは、優しい柔らかい力で生地を混ぜていってください。優しく優しく少し時間をかけながら生地全体を均一に合わせていきます。油分水分を最後に入れるときにこの合わせと同じように、結構力強くしっかり合わせてしまうと、この時点で生地が、空気がなくなってしぼんでいってしまう可能性がありますので、優しく優しくゆっくりと混ぜていきます。そうすると、油も水分も残っていないしっかりと生地に馴染んだ状態に、仕上がっていきます。はい、それではあらかじめ鉄板にオーブンシートを敷いた、型ですねを用意しておいて、こちらに生地を流し込んでいきます。生地はなるべく、低い位置から鉄板に流し込んでください。あまり高い位置から流し込んでしまうと重力でせっかく、丁寧に作ったスポンジの空気が消えてしまいますので、優しく落としていきます。紙を敷いた鉄板の、隅までですね、4箇所の隅にしっかりと生地が入るように、そして
均一に平らにならしていきます。あまりに厚すぎるとこ薄すぎるとこがあると後でロールケーキにした時に非常に巻きにくくなってしまいますので均一に伸ばしていきます。はい、それでは180度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。では、ロールケーキ焼いている間にコーヒー味の生クリーム作っていきます。まずは生クリーム 100g の方に、インスタントコーヒーの粉末 20g を入れて、こちらでコーヒーを溶かしていきます。コーヒーの粉末もメーカーによって溶けやすいもの溶けにくいものありますけれども、水というか冷たい状態でも、溶けていくようなコーヒーの粉末を使うと非常に作りやすいと思います。はい、コーヒー溶けました。なんですけどもまだダマが、これ残ってますのでこれを一度裏ごしをしていきます。ここで、裏ごしをすることでコーヒーのダマの取り除くことができますので必ず裏ごしをしてください。はい、そしたらこちらを生クリーム方に合わせます。でグラニュー糖ですね、グラニュー糖を入れます。はい、そしたらこれをハンドミキサーで立てていきます。はい、コーヒーの生クリームが出来上がりました。はい、コーヒーのロールケーキ、180度で、13分で焼き上がりました。焼き上がったら、この型紙を丁寧に外して、粗熱が取れるまで待ちます。焼き上がったコーヒーのロールケーキですけども、完全に冷めましたので紙を剥いでいきます。まず、上に紙を当ててひっくり返します。で紙を剥いでいきます。この時に一気に剥がしてしまうと生地が破れてしまいますので、隅の方から中央に向かってゆっくりゆっくりと剥いでいってください。はい、そうするときれいに剥げます。そしてもう一度紙を当ててひっくり返します。はい、ではコーヒーの生クリームです。手でもう一度ホイッパーを使ってしっかりと泡立てます。ホイッパーですくってクリームがゆっくり落ちるぐらいのこのぐらいの硬さまで立ててください。そしたらこれをスポンジの上に乗せてクリームを伸ばしていきます。クリームが塗られてないところがないように均一に伸ばしてください。はい、そしたらバナナですね。バナナを巻いていきます。はい、こんな感じでバナナ置きます。そしたら隙間なくきれいに巻けるようにバナナの上にコーヒーのクリームを軽く塗っていきます。はい、では巻いていきましょう。綿棒を使って
巻いていきます。紙ごとまずはロールケーキでバナナをこのように包み込みます。でそのまま一気に巻いていきますので、綿棒と紙を持ち上げながらまっすぐ、自分の正面に綿棒と紙を持っていきます。はい、バナナをしっかりとスポンジの生地でくるんであげたら、綿棒と紙をまっすぐロールに沿わして回していくだけです。そうすると、このようにきれいにロールが巻いていきます。はい、今日も最後まで夢チューブ見ていただいてありがとうございました。今日はコーヒーバナナロール作ってきました。コーヒー味のスポンジ、いつもスポンジケーキ立てるときに作るときにお伝えしてるんですけども、泡立てのポイント、粉合わせのポイント、いろんなポイントがあったと思いますので、ぜひマスターしていただければと思います。面白かった、勉強になった、そう思ってくださる方、ぜひチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。さらに詳しくお菓子作りに対し関して勉強されたいという方いらっしゃいましたら、概要欄からホームペストリーというところに、行ってみてください。そちらは、有料のライブ配信のお菓子教室です。 LINE アットに、お友達登録していただくと、今までの、有料動画が1本無料でプレゼントされます。ぜひ、そのプレゼントもゲットしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。